作家三昧山野です。いやー、決勝戦素晴らしい試合でしたね。やっぱり私の予想通りメッシでした。もう後半の最後も頑張ったんですけど、延長戦の後半に点入れて、そして追いつかれたと、もうちょっと心折れたけど、やっぱりメッシ最後まで応援しました。で、PK 戦になってもやっぱり最初メッシのあの PK もしびれるわ。まあフランスのエムバッペもやっぱりすごい選手やね。もう本当にあのメッシ対エムバッペ、この試合だったと思います。決勝戦 の、 あの勝負の分かれ目、僕なりに言おうか、あのやっぱりね、メッシとサンタマリア、このね両ベテラン頑張ったと思う。特にあの、まあ、決勝戦やから、あの若手っていうのは緊張感あったと。でもこの緊張感ある中で、このベテランがね、やっぱり立ち上がりからね、やっぱりいいプレーしたよね。特にあのサンタマリアのペナルティに入ってから PK もらうところ、そして2点目ダイレクト、ダイレクトで最後サンタマリアに行ってですよ。やっぱりあのシュートもね、なんかね神がかってたね。キーパーがセービングした上をね、ちょーんと浮かしたような感じ。あんなシュートできるんやと思って、まあこれでね、アルゼンチンが波に乗ったと、もう僕はここやと思います。そして延長戦、延長戦の後半ですよ。後半に点が入る、こんな決勝戦見たことないですよ。それもアルゼンチンが取って、フランスが取ってとね。もう PK 合戦になった時に、もうどっちかとか本当に分からなかったんですけど、やっぱりね、この大会あの、まあ、テクノロジーというかね、あのありましたよね、オフサイドのあれもあったんですけどね、この大会ね、やっぱり見てほしかったのはね、ゴールキーパーのね、やっぱり技術の高さ。もうここで最後ね、同じねチーム同士になると、最後は僕ゴールキーパーの力かなというようなことずっとね感じてたんですよね。決勝戦もやっぱりそうでしたよね。本当にあのアルゼンチンのゴールキーパーがね、やっぱりすごかったね。あの思い切ったセービング止めましたね。まあ、今後もね、やっぱりその全体的なまとまりもそうなんですが、この力ね、こういうものをやっぱり持ってるチームが、国があの強いと思うし、この力だけじゃなく、この力の中でもやっぱりゴールキーパー特殊なんですけど、ゴールキーパーがやっぱりね、僕はあの勝敗を喫するときに、やっぱりゴールキーパーっていうのが出てくると思う。まあ、そんな大会やったんかなと思いますね。まあ、次の大会、まあ、どうなるか分かりません。うん、でも、やっぱりこうして、ワールドカップ、次の大会も僕は語りたいと思います。ありがとうございました。ここでね、大体ね、勝負は決まったかなと思ったんですけどね、さすがフランス、特にデシャン監督のこのね、選手起用。前半のね、うちにね、やっぱりフランスで得点王に絡んでるジルをね、変えたんですよ。となるとね、フランスで得点王に絡む選手って言ったら、エムバペ、彼しかいない。で、彼にね、お前しかいないぞというようなメッセージやったのか、彼もスイッチ入りましたよね。で、ここからやっぱりフランスの流れるような、やっぱりゲーム展開、そして1点、それで、エムバペの1点か、そして2点目も PK エムバペ、これですよね。これで同点、このね同点になって延長戦、誰がね、誰もが予測しない。もうね、僕もメッシって言ってたけど、ちょっとね心が折れそうになったけどね、やっぱり僕は最後までアルゼンチン応援しました。なるほどね。ということで、あの山野孝義のワールドカップをカタール
これで終わります。ありがとうございました。